テレンス・ヘンリー・スタンプは、イギリスの俳優。ロンドンにて、貧しい家庭に5人兄弟の末っ子として生まれた。父親は、引き船の船長であった。高校卒業後、ロンドンの広告代理店に勤務していたが俳優になる。夢を諦めきれず、後に、演劇学校、ウェバー・ダグラス・アカデミー・オブ・ドラマティック・アートに通う。1962年に、 奴隷戦艦で映画デビューゴールデングローブ賞最優秀新人賞を獲得しアカデミー助演男優賞にもノミネートされる。1965年、ウィリアム・ワイラー監督のコレクターの誘拐犯役の演技でカンヌ国際映画祭男優賞を受賞。1967年、フェデリコ・フェリーニ監督の悪魔の首飾りでは彼以外考えられないほどのハマり役を演じた。 ピエル・パオロ・パゾリーニ監督のテオレマなどにも主演。その後、スーパーマン、プリシラ、イギリスから来た男、スター・ウォーズ・エピソード1、ファントム・メガス、ホーンテッド・マンション、エレクトラ、ウォンテッド、ワルキューレなど、数多くの映画に出演した。ゲット・スマートでは、悪役スパイを演じている。1960年代には、マイケル・ケインとフラットをシェアしていたという。これまで、 ジュリー・クリスティ、ブリジット・バルドを通うと浮き名を流してきた。2002年、64歳の時に、シンガポール系オーストラリア人の女性エリザベス、オーロークと結婚したが2008年に離婚した。俳優としての仕事以外にも、自伝を自費出版するなどしている。ザ・スミスは、ホワット・ディファレンス、ダズ・イット・メイクのジャケットに、映画、コレクターから、テレンス・スタンプの写真を使った。 しかしテレンスはそれに対して抗議したため、テレンスによく似たモーリッシーの写真に差し替えた。ありがとうございます。